日本洋観光鉄道と横向き温泉の図の拡大写真横向き温泉は福島県山口稲城町若宮にある温泉。上の湯、中の湯、下の湯とあり福島県で初めて当時が始まった温泉と言われる。上の湯及び中の湯は森の旅亭マウントバンダイが経営しており、上の湯は多くの浴槽があり多くの観光客が宿泊できる。中の湯は 当時部として利用されている。下の湯は滝の屋が経営していて、温泉評論家の軍事イサ勇が、足元有室寺風温泉と名付けた泉室で、火水、香温なしの温泉である、近年宿泊客の迷惑にならない程度の、日帰り入浴も受け入れている。周囲の温泉は流行泉の酸性が多いが、横向き温泉は、 pH6.2 の中性で非温百四十五点九ミリグラム、影温三百八十四点八ミリグラム、際立つのが炭酸水素イ三百七十六点一ミリグラムと、鉄イオン1三ミリグラムによる湯の花である。養存物質総量が七千六百九ミリグラムある、温泉である。源義家が、欧州征伐の折り、弓で目をいられた白蛇が、 岩の割れ目からは切れる湯で傷を癒しているのを発見したという由来がある。全域はバンダイ朝日国立公園の区域に指定されている。正面に、ノ輪山や、鉄山経由のあだたら山などへの登山コースとしてのベースともなっている。ありがとうございます。